はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、年末のご挨拶ということで動画をね、上げさせていただきました。いつも本当にねご視聴やね、応援とか、まあ励ましの知った激励の言葉とか本当にありがとうございます。ちょっとカンペがあるのでね、カンペ読ませていただこうかなと思いますが、まずは本当に今年1年本当にありがとうございましたということと、まあなんだろう、この間 LINE ライブをやってた時に今年の出来事みたいなことをね、なんか 3つ大きな出来事を挙げてくださいみたいなねことがあったので、まあなんかそんなことをねちょっとお話しできればなと思ってるんですけれども、まず第1位、これはですね、あれですかね、やっぱりいろはちゃんの卒業ですかね。まあ、そのいろはちゃんの卒業については、その卒業のなんだろう動画をね出させていただいたので、そちらで見てねいただければと思うんですけれども、まあそうですね、まあ、やっぱり2人でね、結構もう今1年弱ぐらいはね一緒にやってきたので、こうまあ1人になってて、ね、とってもね寂しい思いとすごい不安もあったんですけれども、まあでも今ねこうやってやっぱり変わらず、まあもちろんね、そのいろはちゃんが卒業した時にもう見ないっていう方もねたくさんいらっしゃったんですよね。なんですけど、まあそんな方ももちろんいらっしゃって、まあワイワイ2人でやってる方がやっぱり良かったなみたいな方もねいっぱいいたと思うんですけれども、まあそれでもね、今でもね白黒を見てくださって、まあ応援変わらずねしてくださってる方も本当にたくさんいて、なんかそういう方にはね本当にありがたいなと思っております。いつも本当にありがとうございます。あとね、別にまあ始めた当初から見てくださってる方はもちろんいらっしゃいますけれども、まあ、新しくね最近知ったよっていう形でねお声掛けくださる方も本当にありがたいなと思っております。ありがとうございますっていうのがね、まず第一ですね。で、まず第二は、そうですね、これも私の中ですごく大きかったのが、公式のね、なんだろう、お仕事、公式のチャンネルにね出られることようになったのがねすごい嬉しいなと思っております。まあ大きなところで言うと、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスさんとか、あとまあ Google ウィークで、Google ウィーク、 Google さんのゲームウィークで白猫プロジェクトをね出させてもらったりですとか、あとなんだっけ、メイドカフェでね、サラパッチョちゃんとかパナエちゃんと、まあ、ご一緒させていただいて、その後もね結構なんか仲良くなって、一緒にね何回かご飯とかね行かせていただいたりとかして、なんかそういうすごいね、なんだろう、なんか本当に自分のこう白黒やる前からモンストとかはやってたりして、なんかそういう、まあファイナルファンタジーとかもともとすごい長い期間好きですし、なんかそういう好きなものがなんかちょっとずつなんか仕事になってきたっていうのはすごい嬉しいなと思っております。まあね、そういう風になんだろう、お仕事もらえるようにしてくださった、もちろん視聴者さんのおかげでもあると思いますし、まあそれこそね、まあそういうお仕事のお話をくださる本当に周りにいる方々のおかげかなと思っております。そうですね、それもすごい嬉しいなっていうことですね。あともう一つ大きかったのが、5万人チャンネル登録者5万人突破ですね。本当にまだ1年ちょっとでそんなに大きなことになるとは思っていなくて、まあ、気軽に始めたことなんですけれども、なんかすごいたくさんの方に見てもらえたりとか、あと本当になんかその YouTube で実況されてる方って結構尊敬してて、やっぱりすごいじゃないですか。そのプレイヤースキルももちろんありますし、なんだろう、何よりその見せる魅力みたいのがすごいある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんかそういった方と知り合いになれた、お知り合いになれて、なんかお話とかでできるようになったりとかもすごい嬉しいなと思います。はい、っていうのが3大出来事ですね。大きい出来事。ほう。で、来年に関してなんですけども、来年は、やっぱり、なんだろうな。なんだろうな。やっぱり私ってプレイヤースキル全然ないんですよ。
ですごいなんか見てる方にねよく突っ込まれたりとかね、まあそれはそれですごい勉強になるんでね、まあそういうライトユーザーもの方もねいらっしゃるのでいいかなと思うんですけれども、まあ、もっとねプレイヤースキルをね磨いていきたいなっていうところが1点と、あとまあスマホアプリ以外のね実況もねしていければいいなっていうのが2点目ですね。あと3点目がまあそのもちろんそのトークとか編集とかももっと頑張っていきたいなと思ってるのが来年の目標ですかね。うん、そう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 。でやっぱりその白黒の動画って、まあ、白猫プロジェクトとか、まあ、モンスト以外のゲームをまあアップしてもあんまりその見られないというか、なんだろう、見たいって思えるようなその動画が出せてないっていうのがすごい大きくあると思ってて、まあそうですね。でそれってやっぱり遠く私の話がまあそんなになんだろう面白くない、まあもちろんねはっきり言っちゃうと面白くないとか、あとまあ編集がねまだまだ足りんぞみたいなところかなっていう、そういうところが如実に出てるのかなっていうところがすごいあるので、まあ自分自身の魅力がね足りないなっていうのをすごく痛感しております。やっぱりその今トップの実況されてる方ってそのどんなゲーム出してもすごいみんながその人自体のファンになってるので見てくれてるなっていうのがすごいあるんですよね。もちろん評価もすごいされますし、でやっぱりこういうまあなんだろう実況とか、まあ皆さんに見てもらってる以上、まあそういうねパフォーマンスっていうのをすごい上げていかなきゃいけないなっていうのがあるので、まあそういう部分は頑張んなきゃいけないなって思ってます。なのでまあ他のゲーム、まあスマホアプリ以外のゲームもねなんか皆さんが面白いと思っていただけるような、もっともっと白黒のねファンになっていただけるようなものが出せたらなと思っております。そうね、そんな感じかな。あとなんだろう、もうちょっとねなんか大人になんなきゃいけないなっていう思うことがね最近多々ありましたので、そう大人になんなきゃいけないなと思っております。はい、ねそう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 ですね。まあなんだろう、その動画に対してなんかすごいちゃんとご意見いただける方はちゃんとご意見っていうことで受け止めたいとすごい思ってるので超ありがたいと思ってますね。例えばその動画の中でなんかこうコメントがあって、なんかそれがまあなんか私の中でちょっと引っかかって、まあ何回かねコメントでやり取りさせていただいて、その後なんだろう、まあ和解でもないですけど、お互いそうだったんだねっていう話になって、その後もずっと見てくださってる方ももちろんいらっしゃいますし、なんかそういうなんだろう、ちゃんと意見を言える中っていうのはすごい大事だなと思っているので、まあ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 ご意見とかはね真摯に受け止めたいと思っております。なんかそういうなんかなんだろうな、スルーをするんじゃなくて本当にその白黒のためを思って言ってくださるファンも方もすごいいっぱいいるので、なんかそういうファンの方を大事にこれからもねいろいろ実況をしていければと思います。ということで、皆さん今年は本当に本当に1年ありがとうございました。これからもね白黒実況、まあ、できる限り頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、皆さん良いお年を、来年も頑張りましょう。わったね、バイバイそんな感じのお話でございました。雑談でござる。バイバイ。